はい、どうも、こんちゃでございます。こんちゃでございます。先ほどですね、すき家の方に行ってきまして、牛丼と、カレーを買ってきたんですけど、これ牛丼とカレーなんですけど、実はここにもですね、怪しげな袋ありますが、これも実はですね、すき家の袋なんですよ。ここにですね、すき家のマーク、書いてありますよね。これすき家の袋で、中身に何が書いてあるかっていうと、牛皿と、カレーが入ってます牛皿とカレーが入ってるってことですね。じゃあ今日何やるのかって思ってもうお分かりですよね。カレー、それから牛皿で冷凍の、カレーで冷凍の牛丼ですね。こんな感じで全部揃えたんで、食べ比べるってそれだけの動画でございますんで、よろしければお付き合いくださいってことですね。それでですね、どういうふうにやるのかってことなんですけど、まあ当然食っていくわけでございまして、どういうふうにやるんだこれ。あ、このカレーは時間かかるんだな。よし、先に牛丼のこっちだね。1分20秒ですね。ちなみにこの下にですね、小さくこんな感じで書いてありますね。ここに。ご飯をご用意くださいと書いてありますね。ここにですね、牛丼とかでっかく書いてあって、下にちっちゃくですね、牛丼の具って書いてありましたね。だからご飯は入ってないぞということで、まあ注意喚起をしてるということでございますが、ご飯用意してないですね。あ、すいません。はい、そんな感じでですね、やっていきたいと思うんで、まずはですね、これ破ってですね、最初にまずこの1分、何分、1分20秒。ちっこ1個ちっこ、カレーがさ、こんなでかいのにさ、ちっこみたいな感じでございます。まあ、これ3つ入ってんだよね。このさ、入れ物さ、こんなでかいさ、袋にさ、こんな風にやってさ、こんな風になってさ、こんなちっこいのが3つってさ、これ、ある意味揚げ底商法だよな、みたいな気もするんだけど、まあそういうツッコミはですね、まあどうしようかな、これ、めんどくさい、これ捨てて、で、まあこれ、これが何だか分かんなくなっちゃうんで、これに入れてですね、くるってやると、かなりちっちゃくなって、かなりちっちゃくなったんで、これはですね、このまんまですね、てっていってって冷蔵庫にまずしまう。冷蔵庫にしまうと。これはどうやるの、その前に。内袋を開けない蒸気のある面を、まあいいや、ちょっとわかんない。とりあえずこれはまあしまうと。で、これをですね、蒸気のある面に乗せて、蒸気口ってこっちか。蒸気口がある方を上に乗せて、1分20秒やって、電子レンジでチンしてくれってことなんで、まずそれをします。うん、はい。じゃあ1分20秒ほど電子レンジで、チングをするわけでございますね。電子レンジでチングをするわけでございますが、その間何やるかっていうとですね、まあこっちでも食うかみたいな感じです。これ今買ってきたばっかなんで非常にですね、美味しゅうございますんで、一応お箸と、あれですね、あと紅生姜が、一応2つですね。まあこんな感じですね。そんな感じでやっていきたいと思いますね。じゃあちょっとまずですね、牛丼の具の皿がどんな感じかちょっとだけですね、一口まずはいただいてみようじゃないかということですね。軽く一口、牛皿並盛りですね。牛皿並盛り頼むとですね、これぐらい入ってますね。これぐらい入ってるってことで、結構つゆだくでございますね。ではちょっといただきましょうか。牛肉だと思います。うん、まあ今更取り立ててこんな、ね、取り立てても言うまでもないと思います。鉄板のですね、まあ皆さんおなじみの鉄板のですね、牛皿がここにあるわけでございましてですね、なんかコメントしようって言ってもまあコメントしようがないだろうみたいなですね、そんな世界がここにあるわけでございまして、問題はこっちの冷凍ですよね。冷凍のその牛皿とどれくらいどう違うのかというところが非常に問題になるんで、ちょっとこんな感じだということですね。で、あと次カレーですね。カレーはですね、結構こっちは量がたっぷりしてて、横浜カレーっていうのがあるんです。横浜カレーですね。こっちはですね、何分やるのこれ、電子レンジで5分30秒もやるっていう、なかなかヘビーなものでございますんで、そんな感じで、まあこんな感じですね。で、こっちはもう、できてきてるんで、こっち、じゃあこっちはどういうふうにやるの、こっちは、これはやっぱりこうやって上にしてですね、これで6分やるってことなんで、ちょっとやっていきます。あれ、ならねえ、このカエルちゃん。おい、あれ、それです。
よいしょ、でこれよし。よし。あ、なんか暑いな今日な。なんか最近すげえ猛暑ですごいよね。で今これ2022年の6月27日に撮ってるんですけどね、まあ、死ぬほど暑いよね世の中ね、そんな感じですね。それでこれが本当量少ないよね。こっちの量とさ、こっちの波盛りの量、これミニより少ないんじゃない？これもしかしたらこれどっちの量が多いかとか飛躍とか比較とかやってみたら面白いね。これ多分ね、これミニ盛り、あちゃっ、吉野家じゃね、すき家の牛丼ってミニ盛りってあるじゃん、波盛りに。でこれ多分ね、ミニ盛りより量少ないぜ。これミニミニじゃ、ちょっと味比べてみましょうかね。うん、こっちで、こっちはすき家、あ、全然違う。あのね、全然これ別の牛丼。こっちはね、しょっぱい。うん、こっちはしょっぱい。で、こっちはね、すんごい甘い。だちょっと、紅生姜を入れるとちょっと、これはすき家でもらってきた、紅生姜です。ちなみに、冷凍のですね、すき家の方にはですね、紅生姜ついてないんで、あれなんですけど、これには紅生姜入れるのは鉄板なんで、まあ入れちゃっていいと思うんですよね。で、まあ入れるということですね。で、これを入れてちょっと食ってみようか。うん。ほう。あのね、味全然違う。冷凍の方がね、ずっと甘い。甘ったるくてね。で、こっちは結構しょっぱい。うん、全然味違う。全く別のもんです、これ。うん。まあ、どっちが美味しい、どっちが美味しくないっていうより、好みの問題。冷凍はかなり甘いですね、味付けが。非常に甘い味付けです。全然違うということがね、判明したということでね、なかなかね、何事もね、みんな予想してなかったの、全然違うって。俺も予想してなかった、全く同じ味だと思ってたら、全然違う味です。全然違う味です。同じ牛、どっちも牛丼なんだけど、全然違う味付けです。こっちはすっごい甘い、みりんが強い、冷凍の方は。で、こっちはしょっぱい、醤油が強いです。じゃあこっち、今度のね、このカレーですね。カレー、これはお店で買った方のカレーですね。うん、うん、なんて言えばいいのかな。うん、ちょっとまあ冷凍のチンが上がったもの、ちょっと比較してみましょうね。まだ終わんねえか。ずいぶんかかんな、畜生。ずいぶんかかんな、もっと。あんまさ、まあしょうがないね。よいしょ。で、まあ、ほっと、よいしょ。いや、でも牛丼の味がこんなに違うとは。うん。同じすき家じゃないです。これも全然違うブランドの味ですね。材料はもしかしたら一緒のかもしれないけど、冷凍はめちゃくちゃ甘口なんで、うん、どちらかというと松屋とかあっちの方に近いような気がするね。うん、こっちはね、すごいいわゆるしょっぱいの、しょっぱい、うん、しょっぱいでしょ。ね、こっちはね、うん、全然甘い。こっちの方が甘い。うん、全然違います、味付けが。うん、うん、で、カレーなんだけど、うん、どうなんかな、このカレー。うん、うん、俺は松屋のカレーが好きで、すき家のカレーはあんま食わねえんだよな。俺すき家って、俺基本的に一番行くのが松屋なんだよね。うん、ただ松屋よりさ、すき家の方がさ、結構田舎にあるんだよね。すごい田舎のさ、何もお店がないところに突然現れるのがすき家なんだよね。だからそういう時はね、朝早い時、朝定食とかね、結構旅行した時にはね、すき家って呼んで行く傾向が強いけどね。まだ終わんねえの。うん、ずいぶん待たせんな。まあすき家だからな。うん、うん、なんかすき家もさ、なんかいろんなメニューをさ考えてさ、ニンニク乗せたり葉っぱ乗せたり、なんかいろんなもの乗せてさ、客単価上げようと思って一生懸命なってるけどさ、僕は基本的に
通の並盛り以外頼まない。ただ今ちょっと気になってるのはうなぎ、うん、あのうなぎを、うん、950円のあのうなぎ牛丼、うなぎと牛丼の上にうなぎが乗っているっていううなぎ牛丼ね、あれはちょっと今実は気になってる、うん、あれはねちょっと気になってるっていうか今うなぎこの冷凍庫の中にあるんだよな。あ、今度やるか、今度やるか、うん、そしたら今度やろうそれを、うん、まあいいや、うんうんうん、なんか手持ち無沙汰だなこれな、うん、あ、もう終わったか、大丈夫か、一応お食事なんでご飯も、うん、これから戻します、ご飯も食べようと思います。ご飯も食べます。よし、おっと、あちゃ、これがあの冷凍のすき家のカレーですね、うん、よし、うん、よし、じゃあ冷凍のすき家のカレーとこっちのカレーをちょっと比べてみましょうじゃないか。こっちは普通のカレーなんだよね。こっちは横浜カレーっていう、横浜っていうね形容詞がついてるんで、多分ねなんかちょっと違うものなんじゃないかなとかね私思うんですよ。やっぱりこっちは横浜を語ってるからね、横浜カレーって書いてあったでしょ。でこっち売ってる時は普通のカレーって書いてあったから、多分ねなんかね違うと思うんで味付けが、まあ、すげえ量だな。まあこんな感じですね。でこんな感じになって、これはまあね、まあちょっと切れちゃったから横浜カレー、すき家の横浜カレー、すげえ量だなこっちは逆にな。うん、じゃあちょっとこれも綺麗に洗って、うん、じゃあちょっといただきましょうか。どうだろう、うん、うん、同じだなんだこれ、同じだよこれ。あのね、牛丼の味はね全然違うけどね、カレーはねほとんど同じ。ただちょっとねこんなね、デカめの肉の塊がちょっと入ってる。うん、あ、でもこの肉の塊まずいな、なんか美味しくない。うん、同じだね、同じ。あのカレーは違わない、同じ味です。というわけでね、結論、カレーは同じで、あの牛皿は全然違うという結論になりましたんで、まあ以上なんだけど、まあどうしようこんな散らかしちゃったんで、うん、ということで、まああとはね適当にご飯でも、まあ、ちゃんと食いながら。カレーは結構量が多いよな、うん、まあまずくはないけど、まあ、正直言って、うん、すき家のカレー食うんだったら、あの100円150円のあの業務スーパーのレトルトとか、あとあの、うん、ボンカレー、ククレカレーみたいなやつの安いやつ、うん、あれで十分だと思うね。うん、まあ牛丼に関しては、牛丼に関しては好みかなこれは。うん、ちょっと、うん、こっちの方がしょっぱい、こっちの方がしょっぱい。ちなみにね、これをねカレーにつけてこうやって食うとね、あの妙に美味しかったりするってあるよね、カレー油。うん、うん、あんま美味しくねえな。なんかお店でカレー油食った時えらい美味しいような記憶があったんだけど、あんまり家でカレー油やるとあんま美味しくねえななんでだろう、よし、よし。というわけで、佐藤のご飯秋田こまねちということでね、佐藤のご飯秋田こまねちをちょっとね、ここに開けて、であとはね牛丼の具とかね、そんなカレーとかかけてね、ビヨンって、これはもういらない、これはあとゴミなんだ、これステーキ、こんな感じです。まあいただいていきたいと思いますが、どうしようか、まずこの牛丼をまず全部食うか、
まず冷凍牛丼をまずちゃんと食うという感じで、まずこれを片付ける。うん。うん。うん、ご飯にかけて食った感じではやっぱレトルトよりもこのお店で買ったやつの方がなんか美味しいような気がするね。うん、これねやっぱり全部かけちゃう、やっぱり、うん、そうだね、美味しいね。カレーはもうなんか、うん、どっちもあんま、うん、あれかな、やっぱり、うん。しかし店員さん、ものすごい梅雨だくにしたよな。俺、梅雨だく頼んでねえんだけどさ、もうものすごい梅雨だくになっちゃって、まあいいんだけどね、別に気にならなきゃ捨てりゃいいんだからさ、逆に少ない方が困るからね。うん、別にいいんだけどさ、ちなみにこれ、すき家買いに行ったときさ、夕方の6時ぐらい買いに行ったんだけどさ、あの、バイトさん3人いた。うん、あ、昔さ、すき家ってさ、いわゆるワンオペ、だから1人で全部やるって言うんださ、なんかすごい忙しかったり防犯上問題だとかいろいろ言われたじゃん。スキヤのワンオペとか言ってさ、いろいろ言われたけどね、今日行ったらね、今日行ったスキヤはね、あれいた、3人もいた、うん、3人もいた。ただね、1人はずっとトイレに入って出てこなかった。3人ね、お客さん、バイトさんがいて、俺まあテイクアウトなんでさ、ずっとレジのとこで待ってて、でレジの奥にさトイレあるじゃん、うん、でバイトさんが一人トイレから入ってずっと出てこなかったんで、あれなんだろう、トイレ掃除してたのかね、わかんないけどずっと出てこなかったよ。うん、まあなんでかわかんないけどさ。うん、それでカレー、うん、うん、うん、やっぱ好きやのカレーはあんま美味しくねえな。俺はあんま好きじゃねえ。まあこれは、俺はやっぱカレーは松屋の方が好きだな。うん、全然。うん。うん。牛丼はね、うんうん。牛丼はそうだな。やっぱ松屋の方が好きだな、俺。うん。やっぱ俺、基本的に松屋が好きなんだよな、俺。うん。うん。結構松屋ラブみたいな。うん。よいしょっと。よっと。うん。まあ、好き屋が好きな人はやっぱいるよね。あと、吉野家はとにかく熱心だね。あのもう、信者みたいな人がいるよね、吉野家はね。もう吉野家以外は牛丼じゃないみたいなさ。うん。人はいらっしゃるよね。もう、うん。うん。ただ、松屋中尾、中尾もあるか。松屋中尾、好き屋についてはそういった人はいないね。うん。ただ、好みは分かれる。うん、僕は松屋派僕は松屋派、うん、うん、ただ前のお話した通り、僕が最も好きな牛丼チェーンは実は牛丼太郎ね。うん、うん、だから牛丼太郎今なくなっちゃったからね、牛丼太郎ね。うん、ほんと牛丼太郎残念だわ、あれ。うん、何だ、牛丼太郎の話は以前やったから、まあ今日はしないということで、うん、よろしいかなと思う。うん、ということでね、うん、とりあえず、うん、カレーいっぱい残っちゃったんだけど、どうしようか、まあ無理して食うこともなんだし、捨てるのもなんだから、どうしようか、とりあえずそっと置いとくかとりあえずそっと置いとくということで、うん、松屋はやっぱりカレーは進めないね、やっぱり。で、牛丼もやっぱり余計なものは入れずに、プレーンの並盛りか大盛りね。まあ、これが、やっぱり牛丼店の基本じゃないかな、みたいなことは僕も思います。うん。ニンニク入れたり、いろんなもん入れたりするけどさ、なんか、ハリーの仕事塾さんはチーズ牛丼が好きとか言ってるけど、俺はチーズ牛丼は食わねえな、一回だけ食ったけど、あとはもう食わないな。まあ、好きな人は好きみたいだからね。僕はもう、ひたすら牛丼の普通の並盛り。でもこれ一択でございますね。あとは、朝の早い時間に行くと朝定食ね、朝定食か牛丼ですね、やっぱりね。カレーはやっぱ、うん、松屋は食うし、あと吉野家のカレー意外と美味しいんだよ、吉野家のカレーだ。松屋のカレーは、うん、僕はいいな。まあ好きな人は好きかもしれないけど、松屋のカレーはいいな。松屋と、うん、
カレーは吉永が一番うまくて、次が松屋で、そしてやっぱりそのすき家かな。でもどうかな、松屋のカレーの方がうまいかな。だってすき家が一番と、すき家は3番手です。僕の中ではね、少なくとも僕の中ではやっぱりすき家はのカレーは3番手だということを今日も改めてちょっと確信させていただいたということで、まあ皆さんね、好きなものをお召し上がりになればそれぞれいいと思うんで、まあ、僕は僕の意見ということで申し上げたということでございますね。全く同じでした、冷凍。牛丼は全然違います。冷凍とテイクアウトで。ということでございますね。以上になります。どうも最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。